皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、Yahoo ニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースをお届けします。まずは、国内ニュースです。えー、真冬の寒さ、北日本の日本海側は雪とのことです。いよいよ2月の 上旬、一番寒い季節になってきました。皆さん、お気をつけください。笑顔で言うのもなんですが、お気をつけください。そして、衝突の海上保安庁の機長、侵入許可とご認識したそうです。まあ、訓練を受けた方でも間違いはあります。 はいそうですねあまりネットとかで抽象しないように願ってますはい次地震北陸以外に二次避難二次避難される方はゼロだそうですはいやっぱり地元意識が強い方がたくさん集まっているんでしょうはいそうですねはい 私はそういうタイプじゃないんですけども、そういうタイプの人がたくさんいることはもう存じてますから。はい。えー、国際ニュースです。アメリカの国防長官、非公表で入院したことを謝罪だそうです。なんか日本の話みたいですね。<laughs> はい、次。EU、ウクライナに8兆円の支援で合意。とうとう合意まで行きました。はい。 話し合いをしてるところはね、あの先日ニュースでお届けしましたけども、とうとう合意しました。いや、EU、EU というものがあって良かったって感じですね。はい、次。えー、スペイン。100年で最悪の干ばつだそうです。テンプラリーニョ。私、ワインのテンプラリーニョという品種が好きなんですけど、どうなるんでしょうか あまあ人の命ももちろん、あのね、人の命っていうか他の農作物のね、あの、ちょっと、あの、いろいろと被害があるんでしょうけど、私個人としては天ぷらにーニもう頼むよって感じですね。はい。天ぷらにーニ専用のワイングラスまで持ってるんですから。はい。次、えー、経済ニュースです。タクシー、ライドシェア、続々参入。はい。タクシー業界大変ですから。 もう、やろうとなったら、もうど、とことんどんどん進出してくるでしょうね。このように。はい。次。ニューヨークダウ終わりね。過去最高値を更新。いやもうダウの話はいいですよ。S&P 出してください。はい。あと、ナスダック。はい。次。えー、客室にペット同伴。JAL が議論開始。 そうですよね。ペットと一緒にいたいですよね。けど、吠え出したらどうするんでしょうね、犬とかね。はい。赤ちゃんみたいにね、トイレ近くまで逃げるとかね、あの、キャビンアテントルームに逃げるとかできないですからね。でしても、してもしょうがないというか。はい。あまあ、まあ、けど、まあ、ちょっと暴音にはなるのか。まあ、そのは、その辺をだから、議論開始ということですよね。はい。ぜひ、議論はね、議論はしていただきたいと思います。 はい次、えー、IT ニュースです。アメリカのメタ、旧フェイスブック、四半期決算、純利益が3倍とのことです。頑張ってますね、結構ね。はいい,いんじゃないですかやっぱりインスタですか、インスタ。ねはい次、マイナカードの義務化について、首相が難色を示しているとのことです。 いやもうアメリカとかソーシャルセキュリティナンバーとかあるじゃないですかあれがないと何もできないじゃないですかそういうふうにしちゃえばいいのにと思うんですけどねなんで国民の声をそんな何でもかんでも聞こうとするんでしょうかねどうやって自分たちが投票して選んだ大議士がそうしようって言ってるんですよ何なのかなって思っちゃうんですけどねはいまあ、はい、あんまり愚痴言ってもしょうがないですけど次行きましょうアメリカのき議会 性的被害めぐり、SNS 大手が批判とのことです。そうですね。こういう時に SNS 使うべきですよね。はい。ということで、次。科学ニュースです。え何ですかこれは。隠れ熊の身隠れ熊の身高い認知力があるそうで研究をしているとのことです。お頑張ってください。面白そうですね。はい、次。 氷点下170度スリムが復活するか,、えー、かどうかは未知数とのことです。氷点下170度って限界に近いじゃないですか。ねえ。はい、次。月が夜になりました。そうですね。だから170度なんですね。スリムの機体の電源一旦オフとのことです。はい。 まあそうでしょうね。はい、次。エンタメニュースです。えー、不法に9秒無言。朝ドラ趣里の芝居。あ、なるほど。ドラマの中の不法の話ですね。はい。エヴァンゲリオンは29秒無言でしたからね。はいはい。まあ、あれと比べれば短いもんですよ。まあ、ただ、朝ドラでそれをやるっていうのがいいですよね。はい。無言。これも演技ですから。 はい、放送事故じゃありませんから、いいんじゃないですか。はい。次。長谷川博きさんですか、えー、日曜劇場に出ると。詳細は非公表だそうです。はい。どんな役で出るのか楽しみですね。ファンの方々。次。吉本鎖国の噂副社長を語る。鎖国。ね。はい。 どういうことなんでしょうかね、はい。どういうことなんでしょうか。ああ、やっぱりそういうことですね。他の事務所の芸,、えー、芸人との共演を断っていくということですね。はい、いいんでしょうか。何なんでしょうか。次、スポーツです。えー、フォーミュラ1、F1、ハミルトン、えー、フェラーリへ移籍するそうだそうです。 ほうっていう感じですね。ハミルトン、フェラーリの憧れがあったんでしょうかね。まあ、フェラーリー結構調子いいですしね。はい。まあ、いいんじゃないですかどこに行っても。あの人、まあ、うまいんでね。はい。私は人格的には全然好きじゃないんですけどね。<laughs> はい、次。えー、ロコ2連敗、ミスに藤沢さつきが反省とのことです。まあ、 まあまあ、反省はしますよね。けど、後悔とかね。はい。そういうのはしないようにね。はいはい。頑張りましょう。はい。次です。次。はい。気持ちを入り替えて頑張りましょう。次。栗山秀樹氏。不詳の清宮に猛省を促すとのことです。はい。そうですね。まあ、不詳の原因が悪かったということでしょうか。はい。さて。 えー、今回のニュースは以上となりますが、皆さんはどのようなニュースに関心を持たれましたでしょうかそうですね。まあ、私は、そうですね。うーん、考えながら喋ってなかったというのが本音なんですが、はい。やはり EU がウクライナに8兆円を支援することで合意と。はい。あとは、 その8兆円を何に使えるのかってことですよね。そこがポイントだと思います。あと、どれぐらいの期間でそれらを調達できるのか。そこが今度はポイントになってくると思いますので、えー、ゼロフスキーさん頑張ってください。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。